仙台市八木山動物公園は、宮城県仙台市大白区にある、仙台市立の動物園。開園は1965年、仙台市都心部を見下ろす八木山に位置する。当園の向かい側には、遊園地の八木山、ベニーランドがあり、また、仙台城市などがある青葉山へは、八木山橋を渡ってすぐである。 2018年時点での飼育動物の数は130種581点である。2020年4月より仙台市に本店を置く百貨店の藤崎が命名権を取得しており、八木山動物公園藤崎の森の愛称が使用されている。八木山動物公園時代の東門セルコホーム、ズーパラダイス、八木山時代の東門仙台市。 八木山動物公園が開園したのは1965年だが、それ以前に仙台市には仙台市動物園や子供動物園があった。仙台市動物園が開園したのは1936年4月である。東北地方で初、日本で11番目の動物園だった。動物園の場所は広瀬川下半の下段地区で、現在の下段自動車大学校から、 仙台花団団地にかけてである。ソロの面積は26,881平方メートルであった。仙台市は、ちょうど前年に廃業した東京浅草の花屋敷から、象や虎、黒ヒョウ、カンガルー、猿など35種約100点の動物を購入し、ラクダやハイエナ、エミュー、ニシキヘビなど87種、約200点の動物を、各方面から買い足した。 さらに、市民の寄付によって、ライオンや熊、オットセイなどが加わり、これらが動物園の飼育動物となった。動物園の新設にあたり、仙台市は、上野動物園の園長、小賀た道に指導を受けた。仙台市動物園の運営は、仙台市電気水道事業部の管轄だった。仙台市電気水道事業部は、仙台市電を運営しており、この動物園の設置は、 向上的な支店への集客策でもあった。観覧量は大人15銭、子供5銭、軍人10銭で、1936年の来場者は36万7000人を超えた。1941年に太平洋戦争が始まり、同リットル空襲によって日本本土空襲の危機感が強まると、1943年10月以降、 第三次防空法や都市疎開実施要項により、空襲から子供や文物を守る疎開が推進され、その一方で都市に不必要なものは廃止する動きが生まれた。そのため、空襲の混乱の中で園から猛獣が脱走する危険性があること、園の広大な敷地を食料増産のために使用すべきことなどを指摘した意見書が、 仙台市会で1944年3月2日に採択された。仙台市動物園の猛獣は銃殺され、5月19日に慰霊祭が取り行われた。その後、空いた動物車は豚舎に改造され、食用豚の飼育が始まり、花壇や通路では素材類の栽培が行われた。猛獣以外はまだ飼育されていたため動物園は開園し続けたが、入園者の減少により、 同年9月1日には表門を閉じ、希望者には事務所脇の通用門から一律一人五千で入園させるようになった。1945年7月10日の仙台空襲で園は消失し、そのまま再建されなかった。戦後の占領期が終わって、しばらく経った1957年、仙台市電やアタ町線の終点からほど近い山、巨沢に子供動物園が開園した。 この子供動物園には飼育動物としてしか羊、ヤギ、キツネ、タヌキ、ヤマアラシ、ウサギ、クジャク、フクロウ、ホロホロチョウ、七面鳥などがいた。レオと名付けられたライオンがいて人気者だったという。動物の他に電車や自動車を模した子供用の遊具があり、子供動物園は家族連れが楽しめる場所だった。しかし、次第に動物の数が増えるにつれ、 子供動物園は手狭となり、新しい動物園が望まれるようになった。仙台市は1962年に再び、上野動物園の子がを招いて、新設動物園に関する調査を依頼した。新設動物園の設置場所として、三居、沢、川内を今和し、八木山が検討され、日照や植物環境などの飼育条件が整っていて、また広い敷地が確保できる。 ヤギ山が新動物園の最適地と判断された。新たに動物園を建設するにあたって、自然をできるだけ残す、無作っぱなし様式の二つの方針が打ち立てられ、また、園内の動物区画として、アジア地区、アメリカ地区、アフリカ地区、オーストラリア地区の四区が計画された。そして、まず、アジア地区動物区の完成をもって、1965年10月25日に、 仙台市八木山動物公園は開園した。この時の飼育動物は、子供動物園から継承されたものと、新しく買い入れられたもの、上野動物園などの他の動物園から送られたもの、合わせて90種350点だった。開園当日は7万人の観覧者が訪れたという。その後、猿山などの日本動物区や八木山球場跡地に、 アフリカ生態園が新設されるなど、園内の整備が段階的に進められた。なお、三居沢にあった子供動物園の跡地には1967年に三居沢交通公園が開園した。命名権の契約により、2017年4月より2019年6月3日までは、セルコホームズーパラダイス、ヤギ山の愛称が使用されていた。 八木山は明治時代まで越路山と呼ばれた地域の一部であったが、八木ギ兵衛が払い下げを受けて所有し、開発に乗り出した。1929年に八木山球場が完成し、翌1930年に八木山遊園地が完成。1931年には青葉山と八木山との間にある辰野口渓谷に吊り橋の八木山橋が架けられた。 球場では1934年11月9日に日米野球の一戦も開催され、かのベイブルースが来日初ホームランを打つなどで、米7から0のスコアを記録した。ヤギ山動物園の原アフリカ園エリアはヤギ山球場の跡地であり、売店が本塁側、そこから南に線形に広がった野球場の外景を今も伺い知ることができる。 玉が飛び込んだガイアスコアボードのあった場所にはそれを記念したベイブルースの銅像も立っている。ビジターセンターサイモン1960年度のヤギ山への移転により入園者数は貯蔵した。無料で入園できる6歳未満を1978年度より計上することになり、統計的には貯蔵した。 同年度の635,059人をもって過去最多入園者数と紹介する例が見られるが、前年までと統計的に連続性がないためそうとは言い切れない。1990年度より月曜休園が始まり、総入園者数が減少した。2002年度のどこでもパスポート、2009年度の年間パスポートの導入により、同年度は増加したが、長続きしなかった。 以下に年度別入園者数の推移を示す。マウスポインタを棒グラフの各要素に合わせると、該当年度の数値がポップアップする。100,00200,00300,00400,00500,00600,00700。 零零零、1960年度、1965年度、1970年度、1975年度、1980年度、1985年度、1990年度、1995年度、2000年度、2005年度、2010年度、2015年度以下に2014年度の入園者の属性による比率を示す。2016年4月14日、オスのチンパンジー。 チャチャが動物園を脱走し、市内に逃走した。宮城県警が出動し、周辺住民に対し外出を規制するに至った。その後住宅街の電柱を登っているところを発見され、東北電力の高所作業車の作業床から獣医が麻酔銃を発射し命中させた。怒り狂ったチンパンジーが獣医に飛びかかろうとしたが、距離が離れていたため難を逃れた。 その後麻酔薬が効いて、チンパンジーは落下したところを捕獲された。どのように動物園を逃走したのかは、解明できなかったが、この事件の後、園は4000万円の費用をかけて、チンパンジーが滑って登れない強化ガラスの壁を設置し、展示施設と観覧スペースの距離を、チンパンジーの跳躍力以上の6メートルに広げ、2017年1月に公開を再開した。 ありがとうございます。